皆さんここは見てるはずなんです。あれマムリの丘ですね。でここを通ってみんな沖縄に来るということになってます。先ほども飛行機が旅客機だったんですけどね。ここがですね、まあ、最後の地荒崎海岸、向こう向こうでマムリの丘も最後の地なんですけども荒崎海岸ということになってます。姫路の塔をご覧になられればですね、まあ、姫路の皆さんがそこで解散と言われて、その後でですね出てきた方々はここからまあ亡くなったというようなこともありますし、あの中の姫路の塔の前のあの垂直みたいな棒ですよね、あそこの中にまだおってですね、最終的にガス弾の中で亡くなった方もたくさんおられるというような展示があります。私も達筆すぎてこうよう読まんんですけども、こういうような異例の言葉ですね。姫路同窓会で向こう側には懺悔の跡ということで、これだけの方が亡くなったというようなことが書かれてますね。一高の教頭とかですね、師範学校、女子師範学校の方もそうですよね。師範女子部よかっていうのが書いてますよね。植地さんっていうのかな、16歳ですね。ということで、まあ、懺悔というふうに書いてますから、ここから飛び込んで死んでいったと。だから高さがないんで、ここから飛び込んで簡単になかなか死ねないよねということになってますけども、まあ、岩だらけですから下に落ちればですね、岩で頭を打って亡くなるということもあったんでしょうね。まあ、最終的にはここで亡くなった。ほんで今これがですね、まあ、半分満ち欠けなんです。まだ満ちる、完全に満ちるまであと数時間かかるぐらいのところなんですけども、海は綺麗ですけども、そんなにこの崖のところまで行きません。でこの辺をですね、スーサイドクリフというような風にも呼ばれてるんですよ。これ外場が置かれてね、千羽鶴も置かれてますけども、スーサイドクリフという風にも呼ぶなよと地元の人はそれ思ってますよ。でサイパンでもですね、万歳クリフって言うじゃないですか、ね、もう万歳クリフって呼ぶなよというふうにまあ思ってるわけですけども、それでもまあ万歳というふうに呼ばれて、まあ、どこのことかというのは地理ですね、分かると。でこの荒崎海岸についてはですね、もう一個問題があって、この向こうにここから車で数分離れたところにコンパクの塔という、1946年米軍の軍政下においてですね、初めてそこで慰霊碑が建てられるわけです。で、その後でですね、マムリの方に移されるわけで、そこにもたくさん、いろんな各県のやつが残ってます。集まってね。で、私は、まあ、マムリも含めてですね、このもっと向こう側にある、どっちにじゃない、西か東かか、東側にあるような土佐もそうですし、もちろんマムリ全部回りました。賢治の塔も含めてです。丘を登って降りて回りましたし、でこちらのコンパクの塔のあるところのあそこにもたくさん各県のものがあります。そこも回ってですね、さらに白梅の塔があるところですね、あそこは山形の方がありましたけど、あそこも回ってます。これ全部回ったら私がバイクを使ってだいたい8時間かかってます。でせめてやっぱりその8時間全部かかってですね、平和資料館なんかを見て回れということまでは言いませんけども、私は問題だと思ってるのはね、人の漁しちゃいますよ、これ部品中じゃないですよ、ポツポツ人の見えるでしょ、これサーファー乗ってるから分かるんだよね。でここはまだ少ないんだけど、あの向こうの方ねアップしづらいんで、この角度で山ほどおるんですよ。でピカッとこう光ってるのでしょ、あれ車なんですよ。でサーファーがこれ山盛りここへ来てですね、まあ、レンタカーもあるんだけども、多くは沖縄の県ナンバーですわ、県内の人です。でそれが止めてるのがコンパクの塔の駐車場であったり道端にたくさん止まってますよ。で、まあ、空いてるから止めてるのはええとは思うんですけども、そやけどもこの辺のこのサーファーの人らに言いたいのはね、ここ何の地か知ってるんかってことですよ。だからそういうことも少なくとも学んで、そしてですね、私のように行って慰霊を回った上で、少なくともこの辺りのですよ、この辺りのマブニ近辺のところを回った上でですね、で初めて遊ばせてもらいますと、すいませんと
いうような気持ちを持っていただきたいなというふうに思います。これゴツゴツしてますけども、当時はこれ血塗られたところやったというふうに白百合のところでですね、展示で、当時の白百合の生き残った方々が言うてはりました。これも岩だらけですけども、これすごい、どこで座っててもですね、どこでロケでやったのか分かりませんけども、花とこの岩のところがですね、コントラストがあって、そういうのを狙って映像をあれ撮ってるんだろうなと思うんですけども、その中でですね、ここは もちろんこんな遊歩道みたいなのありませんからね。ということはこの辺は血まみれになって、で命からがら逃げてきてというか、米軍が向こうにおるわけですから、そこから逃げてきてですね、最終的にはここから飛び込んで死ぬというようなね、そういった歴史があって、本当にここもどこか分かりません、分かれへんけども、どこの岩場一つとってもですね、亡くなった方がここを通っていった、そこで亡くなったというようなところであるという、そんな場所だということをですね、本当にこれ学んだ上で、分かった上でですね、海はまだ誰のもんでもありませんから、皆さんのもんですから遊ぶなとは言いませんけども、そういう気持ちをやっぱりまず持った上でですね、海に出るんであれば海に出ていただきたいな。まあ、漁師はこう仕事やから、それは仕方がないという。だけど漁師であってもですね、やはりこの辺の漁師であれば、まあ、ここへ住んでる漁師でこの辺のこと知らんような人なんかはおれへんでしょうけどね、この地がどういう地であるかということをやはり平和学習で学んだ上でですね、でこれ、ね、遊ばせてもらうような、そういうようなことをですね、献上礼とかでもやった方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。多分遊んでますけど、ほとんどの人は知らないはずです。で、知ってるっていうのやったら、どうぞそのサーファーの方の代表とかですね、まあ、何万人来ていただいても結構ですよ。サーファーのここで遊んでる方、何万人も来てですね、私一人を生中継で吊るし上げていただきたい。お前こそ本土から来てですね、何のこともわからんのに、ここの地元の沖縄ナンバーの門のことをですね、批判をするなよというようなことでですね、ぜひともこれ多くのサーファーの方、また海で遊んでる方についてはですね、私を吊るし上げをしていただきたいと、それぐらいの弔う気持ちを持って私らはここで遊ばせてもらってるんだよということをですね、ぜひとも教えていただきたいというふうに考えております。